こんばんは、ハライチの岩井ゆうきです。こんばんは、ハライチの澤部佑です。ハライチのターンということで、お願いします。さあ、それでは早速参りましょう。今週の猫ちゃんニュースにゃーにゃーおれおれおれ女性社員は、横に来なさい。最低なんか。にゃー古いタイプの。さ、ということで。何ですか、はい、なんか古いタイプのこの上司というか、はい、社長ですかね、なんか。そうですか、ね、悪そうな声でなんかね。まあ、年末ですからね。忘年会なんかもありますし。忘年会もなんか復活してね、やってるとこも多いんじゃないですか、はい、まあ。はい。気をつけてください、皆さん。さすがにいないんですか、はい、その。え？そういう、なんか、セクハラみたいな。いるんですよ、まだ、ね。わかりやすいセクハラみたいな。まだいるんですよ、これはね。にゃーはっはって言ってたんですか、今。にゃーはっは。あ、にゃーはっは。ね。そうですね。猫。この番組では毎週オープニングに、うん、今年のサスケに猫がいなかったことに抗議の意味を込めて猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。いやいや今年のサスケ、まあ、毎年いないですからね。はい、いないですね。今後もいないでしょうし。出てなかったみたいです、今年も。で、出ないよ、だってあれ、人のやつだな。猫毛の方ですかね、じゃあね。猫毛だと、いやいや。猫毛の方ですかね。毛じゃない、それはもうなんか猫毛。猫毛だと。反り立つ猫。ね。反り立つ猫。反り立つ猫。ええー、反り立つ猫ですね。反り立つ壁を反り立つ猫、ね、他になかったかね。出ますからね。反り立つ時あるよね、でも猫がこう、なんか。反り立つ猫も出てますから。ってこう、はい、伸びする時とか。ええー、あと山田克美。さんも出てますから。山田勝美さんは一緒ミスターサスケ、ええ。猫系にも出てるんですかサスケでやっぱね、はい、クリアできないんで、猫系の方に。なんたら系なら何でもいいんだ。何でもいいんですよ。山田勝美さん。反り立つ猫も家に作ってるみたいですよ。反り立つ猫はもうダメでしょって猫、ええ、猫ギューって踏み潰しちゃう。反り立たしちゃって。家でね。反り立たせて。家で作ってるみたいです。登れないでしょって、それは。はい、さあ、ということで今週の猫ちゃんニュースはこちら。イケメン半裸マッチョと猫、夢の共演。オーストラリアのイケメン消防士たちが猫を抱えた写真が1年を彩る、チャリティーカレンダーが話題になっています、マッチョのイケメン消防士が半裸で12ヶ月を飾るベーシックなカレンダーのほか猫とマッチョのイケメン消防士が白い歯を見せるバージョンも人気で、残念ながら今年の分は売り切れてなってしまったそうです、すごい、すごいですね、ムキムキだぜ、はい、ムキムキですよね、なんか、うん、毎年出てるよね、こういう消防士の方の、はい、なんか、半裸でみたいな、ね。結構ニュースになったりしますけど。何なんでしょうね、この筋肉っていうのは。ね。マッチョっていうのは一体何なんでしょうね。なんでこうさ、なんか、バカみたいになっちゃうんだろうね。なんか筋肉つけると。ね。何、どこら辺がなんか、バカみたいになっちゃうんだよね。バカみたいになってないよ。可愛い、猫も可愛いし。うんどうするんですかじゃあ、岩井さんがもし、うん、なんか猫と何かを掛け合わせて、うんはい、プロデュースカレンダー出しませんか、うん、みたいなのが来たら。プロデュースカレンダー。マッチョではなく、うん、イケメン。そしたら、うん、もう半裸とか言わない。うんうん、全裸の女子を、うん猫で隠す。ダメです。はい。だ、まあ、うん、まあまあ。ね一緒ですよ、結局。イケメン半裸消防士とやってることは、何がですか近いですけどね。え、そうですか。まあ、それに賛同してくれる人がいればね、あれかもしれない。局部を猫で隠す。うん。っていう感じですね。まあ、ちょうど猫で隠れてる。それいいんですか猫好きとして。はい、そのエロのみでしょそれは。何がですか猫好きとして、その猫の良さをもっと。どっちも好きですからね。猫とエロ、うん、さあ、それでは早速参りましょう。ハライチ327回目のターン。改めましてこんばんはハライチの岩井ゆうきです。
サビューです。クリスマスも終わり、うん、年末のちょっとね空気感になってきてるんですかね、はい、うん。どうでしたか、クリスマスは今年は仕事ですか。まあ仕事してましたけど夜は空いてましたけどね。あら、誰かと過ごすみたいなことは、まずパンサーの向井くんに電話し、はい、名古屋にいると。サンシャイン池崎、なんか沖縄にいるかなんか、でニッチェの近藤さん、はい、今日は無理だと、心の後輩の心の山で、は彼女と過ごす、うん、そうそうだ彼女、一人でね花マサで焼肉買って花マサで焼肉買って、焼肉買って、え、前にねバナナマンの日村さんにもらった焼き丸ってあのコンロ、コンロで一人で焼肉です。すごい、はい、家の中で一人で焼肉、家の中で肉クリスマス、そうですよ、ミートクリスマスですね。もう本当に4人前ぐらい買ったかな。すごっ、うん、食ったん全部食った、すごっ、うん、気持ちよくなっちゃってね。お酒飲んだりすんのそれ。飲まないね肉だけ、うん、延々、そう、すごいね。ジョジョのストーン車見ながら、うわー、あ、やってるやつやってるやつ見ながらね。すごい、中学生じゃない中学生の安楽亭だから、もうその、そうよ、酒飲む、そうだよ、俺はそうなんだよ。すごいね。あ、タレつけてね、うん、塩いっぱいかけて、塩でも食べ て、ね、ちょっといいお肉みたいな、そういうこと。いや、花マサですから、うん、あの大量に入って980円ですお手軽な、うん、お手頃な、そうですよ、あ、はい、澤部さんはどうなんですか。私はもう、映画見に行きましたよ、クリスマス。うーん、次女、真ん中のその次女が、そう、ワンピース見たいっつって。あ、そうなんだ。もう結構経ってるけどね、ワンピース映画見たいっつって。あ、フィルムレッドね、フィルムレッド、うん、のもう年末にかけてこの東映に金使いまくってますよ、澤部家。だからスラムダンクもね、からワンピースから、そうそう、それでだから、え、3人とも連れてってこと。3人同時ですよ、妻も一緒に。大変だな、朝1で8時20分、これいいんだっけ、もうトーク始めちゃっていいんだっけ。いやいや、やめてください、やめてください、始めちゃダメですよ。いつも決まってるでしょ、後ろでやるって。澤部さんコーナーやってからトークって決まってますよね。いや、もう始めてたけど。ダメダメよ、本当にやったじゃんそれ。何やった前。俺はいいじゃん、ね、お前ダメじゃん、俺の番組なんだから、大変だな、まあ、祝いの番組っていうのを今年も覆せませんでした。そうよ、そんな中こんなニュースございました、はい、意外な返礼品が話題に、うん、埼玉県富士見野市がふるさと納税の新規返礼品としてファミコンゲームキラキラスターナイトの初代豪華セットを出品。はい、このゲームはファミコン愛が強すぎる漫画家イラストレーターのリキさんが2016年にファミコン用ソフトとして作ったもの、リキさんが富士見野市出身であることから実現。なるほど。100万円以上の寄付金でもらえる、作れんだねファミコンのソフトって。そうね、いや俺思ってたのよ、うん、スーファミのソフトを、うん、みたいなね、うん、ああいうドットのやつを、うん、作ればいいんじゃないかって思ったんだけど、うん、スイッチとかでも、うん、あえてドットにしてるやつあるじゃん、あるよね、うん、あれじゃダメなの。なんかあれさ、あえてやってて、うん、いやもっとクオリティ高くできんのにって思わない、うんうんうん、あえてドットにしてると、うん、本当に今スーファミでのソフトで、ね、あの本体を使って一番面白いやつ作れないかって。なるほどね、うん、だそれに近いのかな、分かんないですけどね、どういう中身か分かりませんけど、うん、すごいね。いや、すごいね、ふるさと納税。まあ本当にあるもんね、何百万みたいな、うん、ふるさと納税の返礼品ね、なんかあるよね、あの日本刀とかさ、そうそうそう、ね、とかなんか、うん、上尾市、上尾市、うん、我々の地元ね、埼玉県上尾市から、うん、みたいな話があるかもしれないからね。あ、そう、一緒にちょっとなんか返礼品をみたいな、ひどいもんだもんね。上尾市の返礼品とか見たことある？ない。あ、ない、見たことある？あるある。あ、そうなん。お前なんか上尾市になんか納税しようと思ったん？俺したことあるよ。偉いね。お米、お米、そう、欲しくないっしょ揚げ物の米なんて。なんでそんなこと言うんだよ絶対新潟とかの方がいいそれ分かんないよ、それは。いや、分かんなくないよ、その分かるよ、分かんない、分かる、分かんない、分かるよ、食べた、文字面で分かる、食べた、どうだった、来て食べた、どうだった、分かんない、どうだろう、そうだろうん、いや、まあ新潟の方がそれは美味しいかもしれない、美味しいよそりゃ、うん、でもやっぱりこうなんかね、うん、揚げ用の米なんて聞いたことないもんね、揚げ用でっていうやつじゃないと思う、うん、埼玉のなんかお米なんだよ、うん、そうなの、埼玉の県のなんたら米みたいな、うん、それをだからまあ
揚げ用で。聞いたことないじゃん。出しちゃった。埼玉のお米なんて。揚げを出すもんがないから、うん、埼玉のお米もいいですよね。で、多分出してるんだと思うんだけど、うん、そうそう。埼玉に住んでても知らないんじゃん。知らなかった。知らなかった、ね。そうだよ。そう。うん、俺らはまあな、でも、ああいうんでも、こういうんでもしょ、なんかその、ハライチの漫才を、見れる。返礼品一人で見れる件とか、そういう地形もあるよね。そういうのなんか、ラジオ、出演権とかあるよね。あ、そうなん。なんか地方のコミュニティラジオとか、うん、なんかそういうのの出演権、うん、いくらいくらとかもありますよ。うん、なんか嫌じゃない？なんかそんなんなんか、うん、なんかあれみたいで、うん、なんかサロンみたいで。サロンみたいじゃないなんか。なんかそうか、うん。オンラインサロンみたいな。クラウドファンディングのやつみたいな ね、うん。ああいうの全部詐欺なんでしょ？詐欺じゃない。詐欺じゃないのもあります。詐欺なんでしょ？詐欺じゃないのもあります。詐欺じゃないのも、詐欺じゃないのもありますって言うと、ほぼ詐欺みたいな言い方しちゃって、ね。ほぼ裁判になってるもんね。そんなことはないです。そんなこと。中にはそういうのもあるっていうだけでね。皆さん、気をつけてくださいね。大丈夫です。ということで、今週もよろしくお願いします。竹内まりやで、今夜はハーティーパーティー。ね、パーティーにおいでよ。さあ先週澤部が間違って買ったね、ザ・ファースト・スラムダンクの、桜木花道のアクリルキーホルダーが欲しいというリスナーからのメールが来てて紹介しましたけども、はい、あれからちょっと希望者はまた増えました。あげないよ。変なやつしか送ってなかった。だって、いやいやだからもう来てます、いろんな人が、はい、今週もメールが来てるんで読ませていただきます。本当にいいって思ったらね、はい、うん、いや頼みますよそれは。本当にいいと思ったらね、はい、参ります。ラジオネーム内閣低めゴリラ、澤部さん、桜木花道のアッキー、どうか私のアクキーと交換してください。ああ、交換、ね、私が提供するアッキーは100日後に死ぬワニのアッキーです。今となっては激レアです。どうかお願いいたします。激レアでもないでしょ、はい、多分別にいいじゃん、めっちゃ。いや、よくないでしょ、アッキーだよ、100日後に死ぬワニの、あのワニでしょ。そうよ、うん、いや、あのワニは、別に僕はそんなに、ね、どうする、どうする、はい、あそこのシーンだったら。どこ？梅すぎるの。お前ならいいかもしれない、それは。ええ、お前の食レポだろ、もう梅。ラーメン食べて、うん、梅すぎる。梅すぎるのシーンだったら、うん、梅すぎるのシーンだったらいいよ、じゃあ。いい？梅すぎるのシーンだったらいいけど、違うよ、絶対。俺のあれは？じゃあ100日後に死ぬワニのトートバッグ。うん、ワニが、ぐぬぬぬぬぬっていう顔してる。そんなとこあったっけ？誰、あなたの？俺の。持ってんの？そんな。持ってるよ。なんで持ってんの？買ったから。100日後に死ぬワニのトートバッグ、うん、本当に好きなんだ。そうだよ。いや、それダメです。
ダメなの？それだったら解決ゾロリの悪鬼。先週の先週の方がまだいい。そっちの方がいいんだ。うん、次参ります。ラジオネーム、土下座入店くん。澤部さん、桜木花道のアクリルキーホルダーを上げる相手を探していると聞きましたので、立候補させてください。私は、鉄尾のスピンオフ同人誌、ライドオン鉄の馬、ロンリーキャンパーボーイという鉄尾が愛車のアメリカンバイクでキャンプをしながら日本を一周し、旅先で出会った人との触れ合いで成長していくキャンプのハウトゥー漫画を書きました。一部差し上げますので、どうか桜木花火師とアクリルキーホルダーと10日交換させてくださいだって。参ったね。鉄尾の同人誌を。めちゃくちゃ読みたいじゃん。何アメリカンバイク乗り。はい、ライドオン鉄の馬ロンリーキャンパーボーイっていうアメリカンバイクに乗ってキャンプしながら日本一周するっていうキャンプのハウトゥー本ですって。で触れ合いもあるんでしょ。はい、あります。いやー見たい。いやすごいですよ。いいよ。ドキドキ。いいよ。今んとここれね。今んとこれ。じゃあもう一個いきます。うん。見たいもん。ラジオネームシャカリキコロンブス。先週の放送から花道のアッキー争奪戦が始まってますが、僕も立候補させてください。僕はお二人が、喉から手が出るほど欲しいである、あろう商品をオークションサイトで見つけました。うん。何かというと、鉄尾のセル画です。これを僕が落札しますので、どうか交換していただけないですか？鉄尾別にその、俺すごい鉄尾好きなわけじゃないけど。マジ？あ、すごっ！鉄尾のセル画じゃん！本物なの？すごっ！え？鉄尾が頭から血を流してるシーンのセル画。マジすごいじゃん。本物なの？花道の生えたたきを食らった後だ、これ。そうだね。血入れてるね、うん、もう。そうだ。すごっ！いやいや。これ落札するんだったら花道のアッキー落札した方が早い。手っ取り早いけん、うん、絶対これだけ見ても何のアニメか全く分かんない。ハライチのターン。ハライチのターン。この番組はペンテルエナージェル、DMMTV ルパンゼロ、他各社の提供でお送りします。ではここでエナージェルの魅力についてご説明いたします。まずインクのウェット感、たっぷり出てしっかり描けるなのににじまない。ほらもう乾いてる。ヒット&アウェイならぬウェット&ドライ、書き心地も滑らかだ。一度書いたら手放せないペンテルエナージェル。ルパン、俺の名はルパン。舞台は1960年代、東京。誰もが知ってる大泥棒の誰も知らない始まりの物語。ルパンゼロ、 DMMTV で独占配信中。 DMMTV。 桂宮治です。これが宮治でございます。初の番組イベント、 TBS ラジオ主催、ようこそ宮治でございます。2月22日お茶の水全電通ホールで開催します。いつもどんな方が番組を聞いてくれてるのか、ぜひお顔を見せてくださいね。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。ほらほら回れよ。はぁ回れって。ほら回れよ。はぁ、ハライチのハライチのハライチの岩井ゆうきです。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国17局ネットでハライチのターンをお送りしております。それでは DMMTV さんとのコラボコーナーに参りましょう。ルパンあるある選手権。このコーナーは多彩な動画エンタメ体験を提供する配信サービス、はい、DMMTV では、ルパンの少年時代を描いた新作スピンオフ、うん、ルパンゼロを独占配信。よかったですよ。いろいろな人に見てもらいたいということで、うん、リスナーが考えたルパンあるあるでルパンゼロを盛り上げるコーナーでございます。はい、紹介したネタの中からあるある判定員の岩井さんがお気に入り作品を一つ選び、はい、うん、選ばれたリスナーにはハライチのサインが入ったルパンゼロのポスターをプレゼント。はい、あくまでまあ、我々、はい、ハライチのターン、リスナーが考えたルパンあるある、うん、はい、ということでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って。はい。DMMTV さん。TV さん。今日スタジオ、ね、ありがとうございます。スタジオの外にいらっしゃってます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。来ていただいて、お世話になっております。リモートの時の対応が、ちょっと違くて。ありがとうございます。リモート方も今回もいらっしゃいます。あ、リモートの、え？あ、ういっす。ウィースじゃない。違う違う、リモートの方も DMMTV さんだからね。ウルズス。ウルズスじゃない。今日いらっしゃってる方。ありがとうございます。いつも。ありがとうございます。
先週リモートとか、はい、リモートで参加したことはあるんですか？あ、ありますか？今日来てる人もリモートで。そうなんですか。え、先週見てくださったんですか？ありがとうございます。本当にすみません。ありがとうございます。来ればいいんだ。過去リモートでも、来てればいい。はい、ということで、すいません。よろしくお願いいたします。早速参ります。愛知県ラジオネーム、知るべきだーいろん。何こいつ、知るべ、こいつ、こいつです。え、知るべきだーいろんです。出た。なんだっけ、こいつ。知るべきだー、何の、これ先週でしたっけ、先週。先週から現れた、現れた。今週も。知るべきだーいろん。とっつぁんのやつだ。そうだ、とっつぁんいっぱいだ、来た時の、ね。とっちゃーんのやつだ。とっちゃーんのやつだ。とっつぁん、そうだ。こいつね、うん、岩井さん結構怒ったんですけども、うん、ラジオでも知るべきだイエローン、はい、峰藤子いつか側近に、あれ最近いつも社長のそばにいるこの色っぽい秘書、前に働いていた会社の社長を騙して会社を倒産させた怪盗一味の女に似ているなと疑われるほど社長の秘書やりがち。それあるあるじゃないっすよね。そのいや、そのなんか知るべきだイエローンの意見ですよね。ね、まあちょっとこう、ああピントはそうですね、うん。そうですよね。ちょっとリズムも。あるあるだになってないですよね。あるある。ちょっと長かったですね。うん、リズムが悪かったですね。知るべき。なんでこいつの読むんですか。岩井さん、ちょっと厳しい、知るべきだイエローン。知るべきだイエローンは何なんですか。すいません、知るべきだイエローン、はい。続きまして、愛知県ラジオネーム、元気な電気屋、はい。ルパンあるある。ルパンと次元の水着。なぜか毎回横ボーダーの囚人服みたいなデザインになりがち。あー、そうだよね。あれね。そうだよ。水色なんかね、うん。そうだよ。そうそう。あいつらは。なんか。うん、なんでなんだろうね。上まであるやつでしょ？あるね。うん。あるよね。袖まであるやつ、ね。あるある。うん。そう。デザインになりがち。なりがちで、ね。いいですね、うん。続きまして、大阪府ラジオネーム、私の傘だけありません。ルパンあるある。五右衛門の斬鉄剣。分厚い天井や壁を丸くくくり抜いて切りがち。切るよ。切りますね、うん。丸くくり抜いて切りがち。で、うん、下の階に行ったりするんだ。そうですね。あと、金庫の扉も丸くくり抜く。丸くくり抜く。うん。なんで丸くくり抜くんだろうね。丸くくり抜くのうまいよね。うまい。ゴエモンは。うまい。うん。丸くくり抜くの、すごいだろっていう風の見せたいのかな。そうか、技術を。うん。バーのマスターが氷を丸くできるように。ゴエモンも、うん、そうか。技術。なんかもう、ズタズタでいいんだもん。だって。いや、そうだよ。切るんだったら。うん。それは丸くいくっていうのはさ。とか、まあ、抜けるにしても、うん、もう、三角とか。そう。四角、いいもんね、まあ、四角、三角なら三辺でね、うん、いけるから。そうそうそう、丸の方が、なんでなんだろうな、まあ、技術を見せたい。なんで聞いてみよう。どうやってね。えどうやってどうやって聞くゴエモンに。ゴエモンに知り合いなんかな。続きまして、神奈川県ラジオネーム、スズムシ。ルパンあるある。ルパンが車のハンドルを持つ位置、普通より若干高めに握りがち。高いね。上でね。そうね。猫みたいにちょこんちょこんって持ってるんだよね。ああ、いいですね。そう。ずっとあのちっちゃいね、フィアットに乗ってるから、はい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 、黄色いね。ルパンといえばね。そう。続きまして、佐賀県ラジオネーム、水陸両用、うん。ルパンあるある。ルパンと次元、ブドウを房のまま下から食べがち。ああ、なんでだろう。あるわ、浮かぶ。なんでだろうな。浮かぶ。うん。あ、すごい。こう下から食べる。あ、食べてるわ。いいね。食べてる。うん。あれだろ、儲かった時だろ。うん。そうだよ。ルパンと、ってさ、うん、ビーチパラソルで、なんか、あのさ、あの、プライベートビーチみたいな孤島でさ、やってる時だろ。そうだ。フルーツ食べてな。わくって。うん。ルパンと次元。だけだね。そうだよ。この食べ方ね。食べ方してるわ。ああ、すごい。ということで、以上でございます。さあ、この中から、岩井に優秀作一つ選んでいただきます。知るべきだイエローはなしね。ああ、ごめんな。知るべきだイエロー、うん。いやー、ちょっと今日良かったね。今日は、DMMTV さんもね、笑ってくれてましたよ。ねえ。わかりました。うん。決めました。はい。ラジオネーム水陸両用、ルパンと次元、ブドウを房のまま下から食べがち。いいですね。はい。ということで決まりました。うん、ラジオネーム水陸両用には我々のサイン入りルパンゼロのポスターをお送りします。おめでとう。で、これまあ、今回ネタ選ばれなかったとか。うん。で、それやっぱ送れないリスナーもいるじゃない。確かに。ネタね。うん。にもやっぱ我々のサイン入りルパンゼロのポスターをプレゼントしたいですけどね。貴重ですよ。二度とないから。はい。ルパンとこのね、うん、のポスターに我々のサインが入る。コラボね。うん。
なんとかこうね、ポスターがでももうないのかな。どうですか DMMTV だ。どうですか、ポスターってもうないんですよね。でもね、もうない。え、あら、いける、な、いけますか。いける。え、あら、え、ルパンゼロのポスターをもらえるということで、いやもうね、ポスターをねあげたいぐらいでもう丸出してましたけど DM にすぐくれる感じでしたけどね、いいんですか。いいんですね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、DMMTV さん、太っ腹 DMMTV さんのおかげで、うん、いただきました、はい、ということでサイン入りポスターを、うん、5枚、はい、プレゼントしたいと思います。いや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 、勝手に数字決めてますけど、いいですね、5枚でね。5枚でいいですか。5枚ぐらいあげたいんですけど、いいですか。ありがとうございます。5枚プレゼントしたいと思います、はい、欲しい方はツイッターでハッシュタグ俺たちのルパンなんて、俺たちのなんで、俺が漢字ですね、たち、うん、のがひらがな、うん、はい、ルパンゼロはカタカナですね、はい、ハッシュタグ俺たちのルパンゼロをつけてつぶやいてください、はい、ということで今週でこのコーナー終了でございます、うん、ですがルパンゼロは現在 DMMTV さんで絶賛配信中ですので、はい、ぜひご覧ください、うん、DMMTV さん1ヶ月ありがとうございました。ありがとうございました。 DMMTV さん本当お世話になりました。本当にお世話になりましたね。DMMTV のね、なんかあの特番とかたまった使ってくださいね。あ、リモートの方もいらっしゃる。リモートの方、ウルドゥース。ウルドゥース。ハライチのターン。第二次世界大戦直前、上海のバラと呼ばれた実在の日本人ダンサー、マヌエラの愛と激動の半生を、音楽、ダンス、芝居で描く注目の舞台、パルコプロデュース2023マヌエラ。出演、玉木亮、渡辺大、パックン、宮崎修斗、宮川博士ほか、 TBS ラジオ公演で1月15日から池袋東京建物ブリリアホールで上演。チケット好評販売中。お問い合わせは 03-3477-5858 パルコステージまで。TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2023、サポーテッドバイ日立物流ロジスティード、仙台フィルと森山良子が夢の共演。3月4日土曜日、宮城県石巻マルホン巻アートテラスで開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。ハライチの岩井勇気です。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国17局ネットでハライチのターンをお送りしております、はい、クリスマスイブね、はい、クリスマスイブが休みだったんですよ。おお。それでそのもうどっか行くかみたいになって、なるほどね。でも次女映画見たい、家族いると、ワンピースだと、そういうことなんですね。ギリギリもう終わるよね多分ね、ワンピースも多分、ね、ロングランでまだやんじゃない。でもその日も1回しかなかったもん。あ、そうなんだ。そうそうそう、上映はで8時20分の回。早っ。朝。朝。しかなかったもん。あ、そうなんだ。8時20分の回。ニコタマの映画館。なんでニコタマに行くの？近いんだよ。あ、そうなの？近いんだよ、そう。ニコタマの映画館。うん、だから8時20分から。だから、8時ぐらいにこう着いたわけ。大変だ。ニコタマの映画館。うん、そしたらもう、激混み。あ、そう。そう。もう休みだし、イブだし、なんかあんのかな？いや、まあそういうね。うん。イブだと混むでしょ、映画で。で、もうスラムダンクとかももうパンパンだったしね。あ、そう。激込みで、うわーみたいな。もうポップコーンのとこはもう列。ええー、なんか入り口ぐらいまで列、すごいね、なんかそう、うわーって。やばいね、つって。どうするどうする。でもポップコーンは食べたい、子供たちもね。で、一回もとりあえず中入っちゃおうと。で、席座って、その後、パパが一人で買いに来るよっていうことにして、ね、うん、で、まずもうなんかその、QR コードみたいなので行けるからね、もうチケット、ピッつって、うん。で、みんなでも入って、うん、席座って、うん。で、ちょっと待っててくれと。はい、で、俺、買いに行こうと。やっぱあれ見たいもんな。うん、あの、リストウサギのなんかやつな。リストウサギ。リストウサギのやつ。リストウサギのやつ、うん、だからニコタマの映画館で流れてないか、ない流れてないのかな。うん、あ、わかんねえ。違う、それでさ、うん、だから行ってさ、うん、出ていいんだよな。一回入っちゃったけど。ああ、ね。一瞬迷ってさ、
やだな、もし、まあ、絶対大丈夫だろうけど、うん、もし怒られたらやだな、うん、で近くにいた係の人に、うん、これってやって、出ても大丈夫ですかって、うん、したらその人、あ、大丈夫ですよって、ああ QR コードで入られましたって、あ、ね、そうですっつって、ああ、それもう一回かざしていただければ大丈夫ですよって言われて、うんうん、あ、ありがとうございますっつって、受付っていうかその入ってきたとこさ、バーって戻って出て、うん、で、そしたらポップコーンまだ並んでて、結局20分。いや !20 分ぐらい並んだかな。すごいじゃん。そう。ポップコーン。ポップコーン。絶対ポップコーン食いたいんだ。絶対ポップコーン食いたい、みんな。映画館行ったら。確かにな、映画館ってポップコーン食いに行ってるようなところあるもんね。だから岩井さんが言ってましたけど、うん、その理論。穴がちだね。穴がちだ。あんな買うってことはやっぱり。ポップコーンって映画館でしか食べないもん。いや、まあ。映画館でしか、正直そう、ね。買わない。マジで。そうね。そうね。うん。美味しくないよ、だって。その、キャラメルポップコーンを家で買って食べても美味しくない。うん、まあね、うん。より美味しいよね。映画館だとね、うん。チュロスとか他のは食べたりするもんね。そう。他の時でも。うん。そう。で、それで俺並んでさ、で、ポップコーンの M、の、ハーフ&ハーフ。うわ。塩とキャラメル。すご。を2つ。うわ。子供、子供いるから、ね。それを2つ。あと、ウーロン茶の M を3。うわ。と、セブンアップの L。うん。俺のね、セブンアップの L を1。お前、セブンアップの L な。セブンアップの、映画館って言ったらセブンアップの L だろ。セブンアップの L を1。うん、で、あと、フライドポテト。で、もう、謎の三角のトレーね。あれね。映画館の。うん、パンパン乗り切らねえだろ。ギリギリ乗りましたみたいな。フライドポテトはもうドリンクの上に乗せてて。危ねえな。ギリギリの状態で持ってって。で、もう一回このその受付通るとこさ、うん、行ったらこれ出せないじゃん、携帯。うん、だからその受付のお兄さんに、なんか台があったからさ、うん、その通ると、うん、この台に一個乗せていいですかって聞いて、うんうん、あ、いいですよ、つって一回乗せて、うん、で、携帯出して、うん、で、QR コード出して、うん、で、こう読み込ませて、はいはい、したらなんか、ウィーン、みたいな、うん。これ一度使った QR コードですって言ってきちゃって。ほら。おいって。これは、必要のない恥ずかしいじゃない、これ。回避できる恥ずかしいじゃない、これは。それを言ってたのにな。それを、そう、さっき聞いたお兄さんは、うん、恥ずかしい。ああ。そしたらそこの受付のお兄さん。あ、これ一回取られてますよね。ああ大丈夫ですよって言われて。これ。必要のない恥ずかしい。そう、あ、ああすいません。ありがとうございます。つって、うん。で、行こうとしたらお兄さんに。あ、これ忘れてますよってポップコーン。うわ置いたまま行こうとしちゃって。はず。そう。必要のない恥ずかしからの生まれたミス。うん、ミスの恥ずかしい。一回出るようなやつにはその恥ずかしめをさ、受けさせんだろうな。ああ、分かってて。分かってて。わざと言ってんのか、最初聞いたお兄さん。とぼけてるから。最悪だよ、うん。で、それでバーって急いで席戻ったら、もうがっつり始まってるからね。うわ、映画やば。もうルフィと、うん、歌がしっかりトークしてたよな。ああ、登場見れなかったか。そう。でもまあ、こう映画見てたらすごい楽しくこう見れたわけ。うんうん、やっぱめっちゃ興奮したしね、俺も。うん、あ、面白い、面白い、いいね、つって。で、本当に最後後半の方。うん、やっぱりちょっと映画版ですから、うん、こういい話というかさ、ね、こうなってくんだけど、うん、本当にもう最後の方で、息子が、3歳の息子も、うんち。うん、うんちしたいって。やば。パパうんちしたいって言ったからもううんち連れてくよね、パパが。そう。で、うんち連れてって。うん、うんちさせて。うん、よし、戻ろうっつって戻ったら、うん、もう、ルフィが最後の笑顔してたね。ルフィが最後の。全て終わった時の笑顔で、もう結局、最後もよくわかんない。最初と最後よくわかんない状態で、パパはね。でも子供も楽しめて、うん、よかったっつって、で、家帰ってきた。はいはいはい。で、なんかね、その数日、クリスマスイブの数日前ぐらいから、うん、お部屋片付けなさい。はい。みたいな。ずっと、うん、子供に。ママに怒られてたの。はい。子供3人ともね、うん。で、それまだ片付けてない。うん、今日片付けなさいよ、みたいな、言われて、うん。で、俺はケーキをさ、うん、予約してたから。なるほど。ケーキを受け取りに出て。はいはい。で、戻ってきたの。うん。そしたらもう、爆怒られ中。ああ。子供たちが。ああ。もう全然、やっぱ、なんでそれもう、うん。来ないよ、先生さんって。うん。こんなんじゃって。なるほどね。そう。うん、で、そっからもうそれで、子供たちもちょっと、すねちゃったというか。まあね。テンション下がっちゃって。テンション下がっちゃって、うん。最終的にもうなんか、部屋から出てこなくなって。うん。そう。ケーキも結局、妻と二人で食べた。どういう気持ちなの？それどういう気持ちなの？やばいやばいって。ね。それさ、でも、そんな、クリスマスだが許すということはないじゃん。うん、そうよ、うん。それはちょっと違うじゃん。うん、で、俺もそれはもう、これもしょうがない。うん、
っていう思いだったから妻として食べて、あと、うん、からなんか子供たちもなんか出てきてとかあったけど、これやばいなってふてくされてんだろ。でもずっとふてくされてる、このままだとちょっとやばいな、結局片付けもしてないしね、これやばいなっつって、でこれ案の定よ、次の日朝、大体サーベキュー25日の朝にツリーの下にプレゼントが置いてあるっていう、なるほど、アメリカンスタイルでやってますねツリーの下に置いてあるけど、25日朝になってもプレゼント来てない、はい、なるほど、サーベキューにプレゼント来てない、やば、サンタだって片付けしてないから、そう、でもそしたらもう朝娘が起きてきて、もう衝撃の表情でね、嘘でしょみたいなちょっと待って嘘でしょみたいな、言いやがったなってこいつらギロリこいつら言いやがったなってサンタさんに、おいっつって、でやばいやばいっつって急いで片付け始めんだよ、長女と次女2人が急いで片付けバーって始めて、今日までだからクリスマスって、長女が、今日までだからクリスマスって大丈夫間に合うって言って妹に言って式を取り始める、大丈夫間に合う、大丈夫つって片付けバーって始めて、片付けようって片付けようって言って、で片付け始めて、で俺仕事行った、で仕事行って、夜帰ってきて、子供たちもう寝てる、夜帰ってきたらツリーの下に手紙が置いてあって、子供たちが書いた手紙が、そ長女は部屋片付けました今日はできるだけいい子にしてたので、できたら隅っこ暮らしのスマートウォッチをくださいって書いてある、隅っこ暮らしのなんかスマートウォッチのなんかおもちゃがあってね、でうわーってうわ不在表に連絡するみたいなやつできたらそこに置いといてくださいみたいな、で次女6歳の次女の手紙、いい子じゃなくてごめんなさい、いい子じゃなくてごめんなさい、サンタさんいつもみんなにプレゼントありがとう、そしたらみんなハッピーだもんねって書いてあって、そのサンタの活動を支持する表明というか ね、サンタにこう取り、取り入って、ただただプレゼントくれだと、くれじゃない、そういつも皆さんにあげてますよね、それみんなハッピーになりますもんね、私は支持しますよその活動っていう手紙で、ね、そっちに出たのね、そう手紙でっていう、これすごいちょっと俺もなんかギュッてなってね、すごいねっつって、であれこれ一番下息子、一番下はって、まあ、3歳だし手紙はまああれかもしれないけど、一番下はって妻に聞いたら、いいって言ってたって、お片付けしない、片付けしない、サンタさん来ないよって言ったら、いい来なくて、強い一番強いね、一番下はもう片付けのめんどくささがもう勝っちゃったんだって、もうサンタさん、なるほどね、なぜならやっぱ3歳で、去年とかもまあサンタさん来てんだけど、よく分かってないんだよ、認識してない、そう、誕生日もクリスマスもよく分かってない、分かってない、ね、サンタさんの偉大さ、サンタの恩恵をこうしっかり分かってない、分かってないから、いいって言っちゃったんだよ、バカだな、バカな、もったいないことしてる、超いいのに、超いいサンタさん超いいのにな、バカだから、ね、で次の日起きたらちゃんと3人分プレゼント来てたね、そう、息子のにも来てた、息子のにも来てたけど、これは俺はちょっと怖かったんだけどね、その次の日に息子がなんか胃腸炎みたいになっちゃって、そうもう下痢と、そうオートで、サンタの呪いみたいな、呪いってなんだよ、その いいって強めに言っちゃってるから息子がかかっちゃった、かかっちゃって、そう本当にメリー苦しみますというかね、大丈夫、今はもうケロッとしてるんだよ、ハライチのターン、ハライチのターン。2023年、私はどうしているんだろう。人と会う機会を広げる、やりたかった山歩きを始める、新しいことを知る、たくさんの人から学ぶ、想像もしてなかったことにチャレンジする、私を待っていることを逃さず全部体験する、そんな一年になりますように。可能性に満ちた明日のために、新型コロナウイルスによる感染症対策として、マスク、手洗いなどに加えてワクチン接種を考えてみませんか。ファイザー。 TBS ラジオ公演、ウィントン・マルサリス・イン・ジャパン2023、3月23日24日は
新宿文化センター大ホール、25日はサントリーホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。ハライチのターン。この番組はペンテルエナージェル、 DMMTV ルパンゼロ、他各社の提供でお送りしました。もうさ、もうダフるからさ、もうなんかコロコロコロみたいな感じ、コロコロコロみたいな感じ、コロコロコロ、それ何よ、コロコロコロみたいな感じ、コロコロコロ、それ何よ。ハライチのターン。ハライチの岩井勇気です。サービューです。この時間 TBS ラジオから全国17局ネットでハライチのターンをお送りしております。まあ最近ね、趣味でインラインスケートやってますんで、私は、ね、はいはい、うん、まあ、スケートの、タイヤが4つ縦に並んでるみたいな、ローラーブレードって昔は言ってましたけど、はいはい、うん、でこの間もちょっとスケートパークに行ってきたんですよね。すごいね。はい、結構行ってますんで。スケートパーク、いろんなとこ行ってますんでね。うん、でこの間行ったのは板橋。板橋にあるんだ、はい、俺一番最初に行ったとこだね。スケートパークってもうこのいろいろあるやつでしょ、坂道があったり、まあだから倉庫の中にあるみたいな、ああ、あるね、感じのタイプのやつね、やつね、うん、うん、トリニティってとこなんだけど、うん、かっこよ、こういつもね、うん、だ一緒に行ってる外注駆除の会社の社長仲いいんですけど、うん、とあと、まあ、伊藤千秋さんっていう元世界チャンピオンが、はいはいはい、がいつもは来てくれてたんだ。その世界チャンピオンの人は今回来れなくて、うん、代わりに違う元世界チャンピオンの人が来てくれて、世界チャンピオン。どんだけ、そう、どんだけいんのよ。そう、え、世界チャンピオンって、うん、やっぱ身の回りにいっぱいいますよね。いやいや、唐揚げ屋の金賞受賞じゃないの、はい、めちゃくちゃ、ほとんどのやつね。ほとんどのやつね。うん。すごいね。そう。世界チャンピオン来てくれてね。その人はじめまして。その人はじめましてだった。あ、うん、で外注駆除会社社長が、もともとその伊藤千秋さんっていう人と、うん、仲良かったんだよ、昔、20代前半ぐらいの頃に、うんうん、で、それでなんか、インライン教えてもらってた時に、一緒にやってた人なのかな、まあね、そういうなんか、インライン仲間がいて、で、金島総一郎さんっていうね、うん、ちょっとインライン、こう、ね、ずっとやり続けて、もう、俺と同い年で世界取ったみたいな感じの人ね。同い年じゃん。本当で、あと元プロの人もう一人来てくれて、ね、すごいね、うん、もう環境が整いすぎてるね。確かにね、俺めちゃくちゃ贅沢だよね、うん、俺なんかプロ目指すんだっけっていう感じのね、うん、プロ目指す企画で番組が用意したみたいな人選だから。ああ、確かに、うん、そういう環境でやらせてもらってるんですが、うん、またね、千秋さんもそうなんだけど、うん、そのね、そうくんって呼ばれてないけど、そうくん、そうくんって人がこう教え方またうまいわけですよね。うん、うまい人はやっぱうまいからね、教え方もね、うん、なんか今までずっとできなかった技があったんだけど、うんうん、それもなんか教えてもらったら、あれって、へ、あ、なんかできるじゃんみたいな、あれなんでこれちょっと違っただけで違うのって、うん、感じでできてね。で、その、トリニティっていうところでやってんだけど、うん、まあ、その、インラインと、スケボーが、うん、まあ、混在してんですよね。はいはいはい。うん、で、基本スケボーなのみんな結構。多いよね、うん。そうだよね。オリンピック競技もなったし、ね、うん、うん。で、その、スケートをやってたのが、その時だから俺と、外畜人の会社の社長と、そうくんって人と、元プロの人と、うん、あとなんか、かほちゃんっていう、うん、中学生の女の子がいたのね。ほう。うん。そのね、中学生の女の子めちゃくちゃ上手くて。あ、すごい子なんだ。うん。で、その、これランプっていうさ、うん、だからこのハーフパイプみたいなやつ。はい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 。うん。あるね。この、もうほんと、とめちゃくちゃその上で技決めたりなんかして降りてみたいなずーっとやって軽やかに、もう見たことない技みたいいっぱいやっててさ、体柔らかくて、うん、でこのアグレッシブインラインっていうのを俺たちはやってんだけど、インラインスケートの中でも、その平面でやるんじゃなくて、いろんななんかこの手すりみたいなのに乗っかったりとか、そのレールみたいのに足かけたりとか、そういうやつやってんだけど、基本このタイヤのね、タイヤが4本ね、直線に連なってて、うん、その、そうすると、このソールの部分の横空いてるっしょ。はいはいはい。そこに、なんか段差を引っ掛けたり。あ、そこに引っ掛けんだ。はめて滑る。ああ。みたいな感じなわけですよ。そういうのを、俺なんかもちょっと練習したりしてる、ね。すごいことしてるじゃん。そうよ。うん。で、だからそのランプみたいなのもやるんだけど、
俺なんかもだから序盤でね、このランプをこうね、上から結構もう本当に1.5 メートルぐらいかな。うん。うん、いや、微妙に怖いよね、そのぐらいの高さ。降りようとしたら、スコンって焦げて、はあ、腕をこう、ね、後ろにこうね、開いた感じで、うん、開いた状態で、うん、肩から地面に落ちてね。うん。で、もう本当に、グーンって腕が後ろに伸びちゃって。あ、危ないね。グーンってなってね。脱臼するかと思いましたよね。思いましたよね。じゃなくて。本当に危ないんですよ、あなた。結構な感じ。入り方間違って、落ちた感じになっちゃって。すごい、スーって滑りゴケならいいけど。足引っかかっちゃって、つんのめちゃって、落ちちゃってね。ドスンって。そう、ドスンって。うわ肩から行っちゃってね。危な結構な感じでこけたからみんなこう、うわーって大丈夫かみたいな。本当に、スケボーやってた人たちも、うわーって注目しちゃってね。ってなるぐらいの。はず。あ、大丈夫です、大丈夫です。みたいな。あ、やばいやばい。なっちゃって。そう。なんか痛いとかじゃなくて、恥ずかしくなっちゃって。恥ずかしいの強いね、それは。先行しちゃって。で、全然、あ、大丈夫、大丈夫です。大丈夫っす、みたいな。危なかった異常に言ってる。異常に言ってる。言っちゃってね。結構、瞬間的にはめちゃくちゃ痛かったのね。大丈夫だった、それはまあ。大丈夫だったんだけど。後に。大丈夫だったんだけど、ほんとなんかこういうのって小学生ぐらいの時から変わんないんだなと思って。なんか。バーンってなって。バーンってなって。大丈夫ってなって。大人たち言われて。大丈夫って。恥ずかしいから言っちゃう。言っちゃう、ある。結局やっぱ、ずっとそうなんだなと思って。そういう子供の友達とかもみんなそうだもん。そうでしょ、こけて。え、何、全然大丈夫だよ。は全然大丈夫だよ。はってなんなの、言っちゃう。はってなんなの、なんか言っちゃうからね。さっき大丈夫だったって、結構経ってから、さっき大丈夫だったとか言われて、もうその肩のことだって分かってるのに、何がすかはってなんで切れてんだ。心配してくれてんだから。え、はじゃない。ええ、何のことですか。ええ、は違う、肩、さっき肩、落ちたじゃん。肩落ちたじゃん、あれ。ん肩。心配だな、怪我してないかなと思って。は、え、何にもわかんないし。え、か、あ、あ、なんすか、あれのことすか。そうそう、あれ、すごい落ち方したから。忘れてました、大丈夫です、大丈夫です。忘れちゃうぐらい大丈夫だったよって。言っちゃうからね。で、そのトリニティってところが、また子供がなんかすごいその日多くてね。ああ、そう。また、小学生とか、幼稚園生とかなんだよね。やってんの。の、インラインの。スケボー。スケボーが多いのかな、スケボーとにかく流行り出してて。で、スケボーでもバンバンもう技決めたりとか、やってんの。で、そういうさ、スケボーやって技決めてる子供たち、なんかみんな、ノリがアメリカの子供みたいな感じでさ、まあ、そう。ストリートな感じね。バーってさ、レールの上とかさ、スケボーでなんか横にこうやって滑ったりなんかして、決まったらさ、イエーみたいな。ああ、まあそうだろうね。とか、ハイタッチでグータッチとかなんか子供たち同士でやっててさ、失敗しても、おーいみたいな。ああ、みたいな。そう、ああみたいな。で、転がったスケボーのとこまで行って足でスコーンって蹴って浮かせてキャッチみたいな。かっけえ。もうそんなの、ちょっと俺なんか慣れてないから、怖いよね。なんかその、子供なんか。子供がそれぐらいの、なんか、そんな態度の子供。大丈夫だ、さすがに。で、その中で一人、なんかもうね、幼稚園も行ってっかなぐらいの、3、4歳ぐらいの、女の子が、ひたすらこのバンクっていうこの坂をね、1.5 メートルぐらいのやっぱ高さの坂をね、この、坂の上からスケボーでバーって滑ってきて、で、坂に入るところでジャンプしてね。で、ジャンプ中に、この、ボード自体を、この横に一回転させて、そのまま下でバーンって乗るみたいな、着地の技。すごいのやってる。を練習してんだけど、もうなかなかできなくて、もう4歳ぐらいの子供だよ。女の子が、スケボーで、こう坂からバーンってジャンプして、失敗して地面に背中からこう、バーンって落ちたりしてる。いや。で、まあだから、子供だから体重軽いから、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なのか分かんないけど、バーンって落ちたりして、なんか本当にね、その度に、泣きながら、地面を拳で叩いて、うわ、もうなんでできないのみたいな、なってんの。声にならないの。そう。なんでできないのみたいな。卓球少女ね。そう。卓球少女の感じね。マジ4歳ぐらいだからね、これね。なってて、横でお母さんが腕組みながら見てんだよ。うわ、
もうスンとしてんだよ、お母さんは。でも、なんか、見てると、うん、その女の子自体が、こう、やりたくて、何回もやってる感じなんだよ。で、また、坂を登ってって、で、できるようになりたいみたいな。で、またこの、ね、滑ってきて、そう、坂の入るところでジャンプして、スケボーにこの、着地はすんだけど、もう体が軽いから、そのままなんか浮いちゃって、一回バウンドしてすっ転んじゃうみたいな。ボードの上で。バーンってまた地面叩きつけられてね。で、それで仰向けでまた、ダーンってなって。で、それで、あんなことに、あんなもん、みたいな。そう。猫じゃん。みたいな。もう、この、わかるこの、わかるよ。歯を食いしばって、っていうこのやつをずっとやってんだよ。なんかもうほんと。ちっちゃい、本当にちっちゃいこのやつだよね。ちっちゃいこのやつなんだよ。って。そう。でも、本当にだから、母親冷ややかな、こう、目で見てるわけですよね。すごいなと思って。大人の俺はさ、こけて、肩グンってなって、もうなんか、で、ナイスナイスみたいな。ナイスヘラヘラして。あ、って何って。痛いのに。うん。なんか、そうね。ナイスナイスみたいな。危ねえとか言ってんのに。本当にもう、真剣にやってるわけですよ。そうそうか。そう。向き合ってんだな。登って、ジャンプして。で、また、顔のあたりからバーって地面叩きつけられて。なんかこうね。で、地面でバタバタなって、なんだこの、ぐど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 なんだこの子の、なんだ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 聞こえるようになってきた。みたいな。なんだこう。でさ、いやもうやってんなとか思って。で、俺もさ、だから、頑張ろうとか思って。まあね。で、バンクの上、そのね、バンクの上俺も上がってって。そしたらまたさ、女の子が半べそかきながら。すげえね。みたいな。みたいな感じで、ね、ボード持って登ってくんだよ、またね。で、その子が、こう登ってきて、で、俺もさ、もう成功しろって、一回成功したらもう、やったみたいな感じになるだろうと思って、ね、頑張れ頑張れと思って、見てたんだよ。で、そしたらさ、その女子登ってきて、気づいたら、その子が俺の方見てんだよ、なんか。あれどうしたと思って、えと思って、ね、ちょっと、俺もなんか立ち止まってたら、その子が、俺の方見て、こう、右手で、こう、チョップをね、作って、俺の方にこう、ね、チョップじゃ、そしてチョップを作って、俺の方に向けて、指の根元から、クイックイって曲げんだよ。どけっていうの。どけなんそれ。どけってこと？邪魔だって。そういうこと？俺あの、スケートパークのことなんてよくわかんないから、滑るルートなんか邪魔してたみたいで。先行ってとかそういうことじゃなくて？違う。もう邪魔ってこと？そう、4歳の女の子に、邪魔だからどけって。ダサ。ダサこいつ。手先でクククってやられて。クククって。それがめちゃくちゃ恥ずかしくて。半べその3、4歳の女の子に。3、4歳上がってきて、頑張れよってなんか見てたら。応援してたおじさんが。指でクククってやられて、どけどけって。頑張れみたいな感じで見てるけど、そこが邪魔なんで素人がよって。てめえに思われなくてもやってっからって。やってからって。日本人がよって。確かにな、その辺も。そんな感じでさ。気持ち強い感じするな。もう、顔真っ赤になっちゃって、俺も。そうかって。どいて、すぐどいて。みんな分かってんだよ。俺以外は。みんなスケートパーク来てる人だから。すぐどいてね。端の方に。ダサ。で、もうさ、その後は、なんかその子の邪魔にならないようなとこで隅で練習してね。ダサ。その子よりね、遅く来たのに。その子より早く帰ってた。それはやっぱその子はもう、すごいからな。やばいなって。あ、ちょっと、嫌なことしちゃったな。ごめんごめんって言って。で、その、近くの安楽亭行って帰りましたけど。安楽亭行ってる。本当に行くって安楽亭行って。で、本当はだって、痛いんでしょ肩も。痛いよ。次の日も痛かったけど。痛いまま安楽亭行って、隠して。隠した。さあ、そうだよ。二度と邪魔すんなよ、その子の。ここで小笠原愛のちっぽけな僕らの世界地図をお聞きください。教室の窓から眺めていた雨に
さらされたグランドのボール、黒板の世界地図じゃどこへも行けなかった。どうにもならないことをして、どうしようもないこととそっぽ向いて、それでも諦めきれずにみんな大人になった。高層ビルに旅客機が突っ込んでいくところ、震える手を押さえながらただ見ていた。警報が鳴り響いて海が街を飲み込んだのはもう10年も前のことなんだね。今じゃこんな大都会だというのに、病床が足りないんだという、嘘だろう嘘だろう、今何年だよ神様。あの空の向こうに消えた夏も、何も言わず降り続く雨も、本当はどこへ行ってしまったの。声が枯れるまでずっと歌って、それでも涙が止まらない。ハライチのターン、そろそろお別れのお時間です。ラジオクラウドのほか、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでアフタートークを配信しています。配信はこの後深夜3時くらいになります。こちらもぜひお聞きください、はい、そして大晦日の夜11時30分からは年越し特番ハライチのカウントダーンがあります。はい、はい、やらせていただきますよ、うん、アシスタントはヒコロヒー、ヒコロヒー、我々と一緒にね、うん、3人一緒に年越ししようじゃないですか、はい、ということですね。もう時の共有ですからね、生放送ですね、よろしくお願いいたします。生放送なんでぜひね共有いたしましょう。リアルタイムでこうね、はい、時の電波、ね、時電波をね受信できるように、時電波っていうか、まあ、生放送っていうだけなんですけどね、時越し、これあの聞こえてれば大丈夫です。聞こえてます時越し、何ら変わってるんです。通常聞こえてない、あなたダイヤルが違いますよ。ダイヤル、ダイヤルが違います。いつのラジオですか、お願いいたします。いいです、今テストしなきゃ、はい、ね、はい、そんなことよりですね、うん、事前の募集したいメールございます、はい、2023年にあなたが新たに踏み出したいこと、うん、変わりたいこと、はい、あなたが新たに踏み出したいこと、変わりたいこと、濃いですね、送ってください、はい、去年もやりましたけど、これ生放送中に電話つないで、うん、リスナーが新たに踏み出したいことを応援いたします。いいじゃないですか。去年はね、覚えてますか、片思いの相手に告白したいとか、はい、あら、そんなもっと大きな声で気の利いたことを喋れるようになりたいとか、うん、怪我で諦めたアメフトに再挑戦したい、はい、これがだから私の番組やってる番組のスタッフさんでしたからね。あ、そうだ、そうそう、で結局辞めてアメフトに、会社辞めて、辞めたんだ、そう、挑戦でもやってんだ、そうです。ということなので、電話をつないでもいいよという人は電話番号もお忘れなく、うん、はい、そして2023年1月5日放送分へのメールはすでに締め切ってるんですね、うんうん、そうです、なぜならこの後撮るんですね。そうなんです。1月5日放送分は、はい、現在12月27でしたっけ、今日は27に撮ります、うん、1月5日、はい、なので締め切っております、うん、通常回に送りたい人は1月12日の放送に向けてお願いしたいと思います。ということで、全ての宛先は ht@tbs.co.jp ht@tbs.co.jp、 全て小文字でハライチの H とターンの T です。 TBS ラジオでお聞きの皆さんはこの後木曜ジャンク、おぎやぎのメガネビーキでお楽しみください。ということで、今週はこの辺で、ハライチサビュート、岩井ゆうきでした。また来週、また。突然ですが、あなたは2022年ネトフリで何見ました？ネトフリこれ見てた2022ツイッタープレゼントキャンペーン、一押しの作品名と感想を投稿すると抽選でホームシアターセットやネットフリックス3ヶ月無料視聴が当たる。今すぐネットフリックスジャパンのツイッター公式アカウントをフォロー。私たちがこの地球で暮らし続けていくために必要な SDGs、
地球温暖化を抑えるために TBS は2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。詳しくは TBS サステナビリティで検索してください。 905TBS ラジオ。スマホで誰でも簡単にライブ配信、みんなのライブ配信はふわっち。ふわっちが1時をお知らせします。